はい、こんにちは。今日はロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。ロシア南部では洪水が発生しておりまして、クルガン州においても被害が拡大し、状況は極めて厳しいと見られています。ロシア南部およびカザフスタン北部の一部地域で発生した洪水被害が拡大しております。クルガン州では14日、家屋数千戸に浸水被害の恐れがあるとされました。今回の洪水はですね、雪解け水による川の水位上昇と集中豪雨により起きたと報道されております。ウラル連邦管区南部とカザフスタン北部で被害が広がっております。ロシア南部のクルガン州でも被害が拡大しております。多数の家屋が浸水する可能性が高まっていると見られます。ワジムシコフ州知事は直近の雨でトボル川の水位が2時間で25センチ上昇したとし、状況は極めて厳しいと述べております。国営ロシア通信 RIA によりますと、緊急当局はクルガン州でさらに1万8000人が避難を余儀なくされるとの見方を示しております。さらにですね、ロシア南部オレンブルク州でもウラル川の氾濫によりまして、すでに3万4000戸以上に浸水被害が出ております。こうした中ですね、ロシアのパトルシェフ農相は次のように述べております。ロシアの洪水、農業部門に大きな影響ない。パトルシェフ農相。ロシアのパトルシェフ農相は16日、国内でこのほど発生した洪水について、農業関連企業の業務に大きな支障はないと述べるとともに、春の作付け面積は昨年をやや上回る500万ヘクタールに近いと説明した。ロシアは今年過去2番目の豊作を見込んでいる。昨年の穀物収穫量は過去最高の1億4700万トンだった。パトルシェフ氏は1月、今年の収穫面積は30万ヘクタール拡大して8450万ヘクタールになると述べていた。今冬の収穫面積は2000万ヘクタールだった。カザフ北部とロシアのウラル地域で発生した洪水は過去最悪の規模で、雪解け水により河川の支流が増水し、12万5000人以上が自宅からの避難を余儀なくされた。このように報道されております。しかしですね、実際の写真などを見てまいりますと、洪水が広範囲にわたって及んでいるためですね、農業部門に大きな影響はないというこの見方はですね、クルガン州のワジムシコフ州知事の状況は極めて厳しいという見方と認識が違うように見えます。またですね、もしパトルシェフ農相の言うように農業部門に大きな影響はないとしたとしてもですね、浸水被害がさらにですね拡大する可能性が懸念されております。そしてこのクルガンの市内にはロシアの防衛産業の大規模な工場、装甲車両を生産するクルガン機械製造工場があると報道されております。そして今回の洪水でそこも被害を受ける可能性があると伝えられています。そしてやはりですね、今回のこの水害ですね、洪水被害がここまで広がってしまった背景には、ロシアのダムの設計に問題があったのではないかという指摘があります。オルスクのダムはですね、10年前に建設され、ほぼ10億ルーブルの費用はかかったと言われております。しかしですね、このダム自体は建設中に宣言された水位に合わせて設計されていなかったという指摘も一部報道されておりまして、こうしたですね問題も今回の洪水被害の拡大につながっている可能性が考えられると思います。こうしたことで今後ロシア国民の不満がプーチン政権に向かう可能性も考えられると思います。今回の洪水被害は何万人規模の、あるいはですね10万人以上の規模のロシア国民が避難を余儀なくされる可能性も考えられると思いますので、そうした場合にですね、浸水で失ってしまった財産の保証ですとか、そうした問題をどうするのか、あるいは大規模な復興支援金、復興義援金などが必要かと思われますが、そうしたことをプーチン政権が対策として打てるのかどうか、こうしたところが注目点だと思います。ロシアプーチン政権は現状ウクライナ侵略に多くのロシア軍兵士と予算をつぎ込んでおりますので、そうした中ですね、今回の災害に対してプーチン政権が予算やですね大規模な救援部隊などを配備できない、そうした情勢がもし表面化するようなことがありますと、プーチン政権に対する
ロシア国民の不満がさらに高まる可能性が考えられると思います。こうした中、次のような報道がされております。クリミアのロシア占領軍ジャンコイ飛行場で防空システム S-400 と指揮所に被害。新ウクライナパルチザン運動アテシュは2014年からロシアに占領されているウクライナ南部クリミアの軍用飛行場ジャンコイでの17日未明の爆発の際にロシア占領軍防空部隊の防空システム S-400 と指揮所へ被害が出たと報告した。アテシュがテレグラムチャンネルで伝えた。アテシュは発射台爆発とシステムのその他の機材の深刻な破損を伴う新型システム S-400 への被害が確認されていると伝えた。その他、ロシア航空宇宙軍第4軍第31防空第18対空ミサイル連隊第5対空ミサイル師団の指揮所のあるところも深刻な被害が確認されているという。これに先立ち17日未明、2014年からロシアに占領されているウクライナ南部クリミアの軍用飛行場ジャンコイにて爆発音が鳴り響いたことが伝えられていた。このように報道されております。そしてウクライナ軍参謀本部は18日17日にロシアに占領されておりますクリミアにてロシア軍の防空システム S-400 の発射台4台、防空管制場、レーダー3台、空域監視装置車両フンダメント M を破壊したと報告しました。この報告が事実だとしますと、ロシア軍のジャンコイ飛行場は壊滅的な状況に直面している可能性が考えられます。今回ウクライナ軍の攻撃を受けたと報道されているロシア占領軍のジャンコイ飛行場はですね、クリミア半島の北東部に位置します。ロシア軍の S-400 はですね、同時多目標光線能力を持つ超長距離地対空ミサイルシステムだと言われております。ロシア側の資料によりますと、 S-400 は約 400km 先の6つの目標に対する同時処理能力を有しているとされます。 S-400 はレーダー網と複数のミサイル発射機を組み合わせた輸送車兼発射機の防空システムです。ですので S-400 を正常にですね、作動させるにはこの輸送車とレーダー網、そして発射機のこの両方がないと機能しません。今回ジャンコイでですね、 S-400 の発射台4機が失われたと報道されていることで、ロシア軍が占領しているクリミア半島のクリミア北部からウクライナ南部地域のロシア軍の防空能力は著しく低下した可能性が考えられます。また今までの経緯を振り返りますと、昨年ウクライナ軍の攻撃によりましてロシア軍は S-400 を2機失い、 S-400 の発射機3台を失っていると見られています。ウクライナ国防省情報総局は2023年8月23日ロシアが一方的に併合したクリミア半島西部で同日朝に爆発があり、ロシア軍の防空ミサイルシステム S-400 が完全に破壊されたと発表しました。そして2023年9月14日にはクリミア半島西部のエフパトリアにある S-400 も破壊されたと見られています。2023年10月25日現地時間、ルハンシク地域に2発のATACMSミサイルが到着した結果、ロシア占領軍の少なくとも S-400 防空システムの発射機3台が破壊された。このように報道されておりました。そして今回のジャンコイ飛行場の件は S-400 の発射台4機を失っていると報道されておりますので、このことでロシア軍の S-400 1機がですね、つまり1セットという言い方もできるかもしれませんが、 S-400 は機能不全に陥っている可能性が考えられます。ですので昨年の件と合わせますと、まず昨年ロシア軍は S-400 を2機損失、 S-400 の発射機3台を失っていることから、これも S-400 1機がですね、機能不全に陥っている可能性、そして今回のジャンコイの件ということでロシア軍はですね、 S-400 4機4セット、これがですね、機能不全に陥っている可能性が考えられます。 S-400 は非常に高価なシステムでありまして、すぐに代替が効く性質のシステムではないため、これはですね、ロシア軍にとって非常に大きな打撃になったと考えられます。ウクライナ軍参謀本部も18日の今回のジャンコイへの攻撃によりまして、ロシア軍の武器装備に想定外の損失をもたらし、ロシア占領軍の能力が著しく低下したと主張をしております。そして地元のパルチザンの活動家たちはですね、今回の攻撃によりまして
ロシア占領軍の防空システム S-400 と指揮所が攻撃されたと伝えています。ですのでロシア軍のジャンコイの指揮所まで破壊されたということですと、これはですね、クリミア北東部ジャンコイのロシア軍の機能が著しく低下したと考えられると思います。こうした中ですね、次のような報道がされております。ロシア兵の死者5万人以上に。 BBC などの調査で明らかに、ウクライナにおけるロシア兵の死者数が5万人を突破したことを BBC が確認した。 BBC ロシア語は独立メディアグループメディアゾナや有志の人々とともに2022年2月から死者数をカウントしている。そのデータによると、ロシア政府が多くの兵士を冷酷に前線に送り込み続ける戦略を推し進めた侵攻2年目の12ヶ月間では死者数が1年目より 25% 多かった。ウクライナ軍を消耗させ、その位置を明らかにしてロシア軍が砲撃できるようにするのがこの戦術の主な目的だ。5万人以上という全体の死者数は2022年9月にロシア政府が公式に発表した死者数の8倍にあたる。しかし実際のロシア軍兵士の死亡者数はもっと多いと見られている。ロシアは BBC からのコメント要請を拒否している。ロシア軍の死者数についてロシア国防省はおととし9月の時点で5937人と発表しましたが、それ以降更新していません。このように報道されております。この5万人という数字がどのような根拠から出てきたかということなんですけれども、調査はですね、新たに作られた墓で戦死者の名前を確認したほか、報告書や報道、SNS などの公開情報をもとに行ったとしています。ですので最低限ですね、確認できた数で5万人以上ということであると考えられますので、実際の数はこの5万人という数字よりもはるかに多いと考えられると思います。ロシアプーチン政権はロシア国内の洪水、そしてロシア軍の損耗の拡大など、そうした情勢に同時に直面していると考えられます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。